CSS ミシシッピは南北戦争中にアメリカ連合国海軍がニューオーリンズ周辺のミシシッピ側防衛のために建造を開始した装甲艦であるが未成に終わった。艦名はミシシッピ州に由来する。ミシシッピの設計は家の建築手法を取り入れるという変わったものであった。1862年4月25日にデビッド・ファラガット大将が指揮する。 アメリカ合衆国海軍にニューオーリンスが占領されるとアーサー・シンクレア大佐は路角を避けるためにミシシッピを直ちに浸水させ焼却するよう命令した。このため家の建築手法を採用するという方法が実際的であったかは不明である。建造の遅れにより未完に終わりまた訓練もなされていなかったがミシシッピと装甲艦ルイジアナの存在そのものが ニューオーリンズを防衛する南軍の希望であり、また北軍側には得体の知れない恐怖を与えた。このことがミシシッピ川下流での両軍の戦略に影響を与えることとなった。南北戦争が勃発するとアメリカ連合国の海軍長官であったスティーブン・マロリーは数的に上回る北部海軍に対抗するために質的に勝る装甲艦を建造することを直ちに要請した。 マロリーの催促により、連合国はミシシッピ川及び他の河川で使用するための装甲艦を含む艦艇の建造に乗り出した。合衆国大統領、エイブラハムリンカーンが南部諸行の封鎖を宣言した後に出された最初の計画では内陸部において5隻の装甲艦を建造することとなっていた。すなわち CSS イーストポートをテネシー川で CSS アーカンソーと CSS テネシーをミシシッピ川沿いのテネシー州メンフィスで CSS ルイジアナとミシシッピをルイジアナ州ニューオーリンズで建造するというものであった。しかし北軍の進行は早く予定通りの形で戦闘に参加できたのはアーカンソーのみであった。イーストポートは完成前に北軍に露獲。テネシーは未完、ルイジアナは 半完成状態で戦闘に参加し、自沈、ミシシッピも完成前に自役した。ネルソン・ティフトはフロリダ州で育ったが、25歳の時にジョージア州に移住し、そこで有名人となった。ティフト軍及び軍長所在地のティフトーンは、彼の名前にちなんだものである。南北戦争が勃発すると、ネルソンは北部海軍に対抗するには、 南部が直面するいくつかの困難があることを理解した。マロリー海軍長官はほぼゼロから海軍を作り上げようとしていたが、南部には造船所がないだけではなく、熟練した造船工もいなかった。従来の方法で公員の訓練を行うには、時間がかかりすぎるため、ネルソンは家屋の建設手法を取り入れるというアイデアを思いついた。船独特の曲線部分はなくし、側面は 平面とし、官首と官尾の尖った部分及び船体と、官首、官尾の取り付け部分を除き、すべての角を直角とした。彼は、彼のアイデアを取り入れた模型を作り、それをもとに、さらなる提案をした。ネルソンの弟であるエイサ・ティフト・アサ・エフ・ティフトは、ネルソンと共に働くことに合意した。エイサはネルソンがジョージアに移住した後もフロリダに、泊まっており、 彼の協力は重要であった。エイサはキーウェストでビジネスマンとして成功しており、マロリーが合衆国上院議員になる前からの知り合いであった。エイサとマロリーがビジネスを通じて結びついていたという証拠はないが、この友人関係が計画の進展をもたらした。ティフト兄弟はマロリーに模型を見せ、マロリーはこれを海軍審査委員会で提示した。委員会が計画は 実行可能であると判断すると、マロリーは兄弟をニューオーリンズに向かわせ、彼らのアイデアを現実のものにすることを承認した。そこで二人は、スクリュー三軸推進で、大砲18門と搭載する、まだ名前の決まっていない、装甲艦の建造を監督することとなった。契約内容も通常ではなかった。ティフト兄弟には必要経費以外の給与は支払われなかった。また、 改善が期待できる場合は建造計画を途中で変更することも認められていた。収益予定日や予算も定められていなかった。すべてはティフト兄弟の技術と誠実さに委ねられていた。マロリー長官は以下のように述べていた。兄弟は最初に直面した問題の一つは想定した大きさの鑑定を作るに十分な大きさの造船所を探すことであった。 ニューオーリンズ近郊では見つけることができなかったため、ミズーリー州ジェファーソンシティの少し北の川辺に自身の造船所を作ることとした。ルイジアナの建造でも同じ問題が生じており、やはり同じ手法で解決している。ミシシッピとルイジアナの二隻の巨艦は同時に建造が進められることとなった。このため、ミシシッピが語られるときは常にルイジアナと共に語られることとなる。 最初の厚板が据え付けられたのは1861年10月14日であった。最初予定していたエンジンでは予定速度が得られないことがすでに分かっていたためボイラーを追加することとなった。このため、艦の全長は252フィートと当初予定より長くなった。長さが伸びた分、関西砲の数は予定の18門から20門に増加した。ちなみに、 南軍最初の装甲艦であるバージニアは12門、ルイジアナは16門であった。いくつかの事情により、最初から建造は遅れた。部品と素材の確保の遅れが最も顕著であったか、労働問題も生じ、現地の軍事組織からの妨害もあった。これらを順に解決していく必要があった。装甲用の鉄は連合国のどこでも不足しており、ニューオーリンズでは見つけることができなかった。 最終的にはアトランタで十分な厚さの鉄板を製造できる工場を見つけることができた。しかしすでに国使されている鉄道を利用して鉄材を輸送することは散発的にしかできなかった。アトランタで鉄板の出荷まで何週間も待たされることも時々生じた。最後の鉄板がニューオーリンズに届いたのはミシシッピが自虐した日であった。 エンジンとスクリュー軸の問題も重なった。前述したように、ボイラーサイズを拡大したため、工期がいくらか遅れた。エンジンの工事は1月には終了する契約となっていたが、実際には4月まで据え付けられなかった。しかしながら、最大のメカニカルトラブルは、3本のスクリュー軸の製造であった。外側の2本の軸は、ニューオーリンズの工場でなんとか製造できた。 しかし、最も長い中央の軸は、南部のどこでも製造できなかった。10月になって、ナンパ船のスクリュー軸が、使用可能なことが転用できることが分かったが、バージニア州のトレッドガー鉄鋼所か、ゴスポート海軍工廠でなければ、必要な改造加工はできなかった。スクリュー軸が完成した後、鉄道で運送する必要があった。出荷できたのは3月26日であった。 スクリュー軸は3本とも船体に取り付けられたがエンジンに結合されることはなかった。また、外側のスクリュー2個は最後まで鳩場に置かれていた。建造が開始された直後の11月には労働問題も生じた。すべての造船所の工員が日給を3ドルから4ドルに上げることを要求してストライキを行った。他の造船所の経営経営者はストライキが終了するのを 待つことにしたが、ティフト兄弟は一週間後に賃上げに応じた。結局他の経営者も追従せざるを得なかった。その後すぐに別の問題が生じた。ミシシッピと EC マレーが建造しているルイジアナが同じ種類の熟練校を必要としていたのである。問題解決のために、ティフト兄弟とマレーは労働者を融通し合うことに合意し、ルイジアナの建造が優先されることとなった。 街頭年齢の男性はパレードへの参加も含めて民兵として活動させるという、この地方の軍事ポリシーも建造を遅延させた。知事への抗議は却下された。ティフト兄弟とマレーは、マンスフィールドロベル少将に対し、造船所の行員は例外扱いしてくれるように依頼した。ロベルはこれに合意し、命令も出されたが、この習慣は継続された。 これらの要因で何日の後期の遅れが生じたかを単純に計算することはできないが、明らかにこれらによる損失は重大であった。ニューオーリンズが降伏し、ミシシッピが自焼きしたずっと後に、ネルソン・ティフトは、ミシシッピの完成までにはまだ2から3週間は必要であったと述べている。1862年3月中旬、デビッド・ファラガット大将が率いる北軍艦隊が、 メキシコ湾からミシシッピ側に侵入を開始した。究極の目的はニューオーリンズへの攻撃であった。アメリカ合衆国海軍長官のギデオン・ウェルズは南軍の2隻の怪物が完成すると北軍の封鎖艦隊は蹴散らされると心配していた。このため両者の完成前にニューオーリンズを攻撃するようにファラガットはウェルズからの圧力を受けていた。リッチモンドの連合国政府は 北軍によるメキシコ湾封鎖も、また上流からメンフィスに迫りつつあるミシシッピ川、艦隊も、あまり真剣に受け止めていなかった。ファラガットが彼の艦隊を、ミシシッピ河口のサスを越えて前進させた際も、ジェファーソン・デイビス大統領とマロリー海軍長官は、ミシシッピ川の南部海軍司令官であるジョージ・ホリンズに対し、ルイジアナが数日以内に完成し、メンフィスに派遣され、 ミシシッピもこれに続くと楽観的な見込みを述べていた。この時期に海軍省はアーサー・シンクレア中佐をミシシッピの艦長に任命し、シンクレアは4月3日に到着した。ティフト兄弟はルイジアナの完成を急げという大衆からの圧力を受けていた。市民の自称団体である公衆安全委員会は、シンクレアや工事を行っている技術者らが反対するにもかかわらず、 完成前にミシシッピを浸水させるよう要求した。ティフト兄弟はそのようなことをすれば数週間の遅れが生じるとこれを拒否した。4月24日に北軍艦隊がニューオーリンズを防衛する要塞を南方から突破するとすべての議論は意味がないものとなった。シンクレアはミシシッピを安全な場所に移動させ完成させるために兄弟の了承を得て急いで、 ミシシッピを浸水させ、上流に栄光させようとした。最初に雇用したタグボートは適当でなかった。翌日に別の船を探そうとしたが、その間に北軍艦隊が死人距離にまで迫ってきた。シンクレアはミシシッピを焼却するように命令した。ダーキン、ヨゼフ・ T ・ SJ、カンフェドレット・ネイビーチーフ、スティーブン・ R。 マレリー、ユニーブ、オブノースカロライナプレス、1954、リープブリッシュと、ユニーブ、オブサウスカロライナプレス、1987、オフィシャルレコーズオブザ・ユニオン,ンカンフェドレット・ネイビーゼ、インザ・ウォー・オブ・ザ・リベリオン、シリーズ・アイ、27ボリュームズシリーズ2、3ボリュームズ、ガバメントプリンティング・オフィス、 1894,922エスペシャリーユースフルイズボリューム1オブシリーズ2ページィズ431809インベスティゲーションオブカンフェドレットネイビーデパートメントレポートオブエビデンステークンビフォーエイジョイントスペシャルコミッティオブボースハウジズオブザカンフェドレットコングレスツーインベスティゲイトザフェアーズオブザネイビーデパートメントありがとうございます